はい、じゃあスケールからね。今日は確か二丁長と一丁長だったよね。二丁長って先生言ってたやん。どうしよう、一丁長は練習してないし弾けへん。どうしたの、弾けへんの？先生、この前は来週二丁長って言った。一丁長もって言ったよね、先週言ったよね。レッスンノートは書いてたら人生終わりや。書いてないけど確実に言ったよね。言ったよね。絶対妹と間違ってるやん。宿題じゃなくても次もどん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 やってきてね。はい。おお、とりあえず今日は引かんで良さそうや。思いが全然こもってないよ。先生に伝わってこないよ。ここはどういう気持ちなの？悲しい感じ。じゃあそういう気持ち込めて弾いてよ。本当に悲しい気持ちで弾いてきてね。わかった？そんなにレガートじゃない。全部スタッカートで弾いてきてね。わかった？はい。悲しい気持ちで。はい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 。そこはそんな感情込めなくていいよ。さらっと言って。さらっと。どういうこと？全部スタッカートで。先生、そんなこと言いました？ここスタッカート書いてないよね。書いてないよね。じゃあそんなに切らないで。もっともっと滑らかに歌ってつないで。先週そう言ったやん。レッスンノートには書いてないけど